バリ舞踊バリニーズフォークロアダンス。バリ舞踊はインドネシアのバリ島でバリヒンドゥーの儀式や冠婚葬祭の際に演じられる舞踊。各寺院には専属ダンサーがいる。バリ民族にとってバリ舞踊は生活やヒンドゥー教に欠かせない。バリの舞踊は高度にパターン化されており、生から銅、銅から生と反復構造で進行する。その所作のすべてが ガムランの音楽と密接に連携する点が特徴となっている。バリ島の祭礼や儀礼には必ず舞踊が伴う。今日では舞踊芸術のケチャやレゴン、バロンダンス、表意舞踊のサンヒャン・ルダリがよく知られている。これらは元来は共同体の宗教儀礼として行われてきたものであるが実際に観光客に見せているのは共同体の採取からは切り離され観光用に 仕組まれたレパーートリーであるすなわち、オランダ植民統地時代に、当時の中心地しがらじゃで、クビアールと呼ばれる舞踊、音楽、ガムラン編成が生まれており、そして、1920年代後半に観光客を運ぶ、運転手を通じて芝叩く間に南部にも広がり、観光のための創作活動が盛んになり、舞踊芸術が、 宗教的文脈から切り離されていったのである。バリ舞踊の動作はことごとくが様式化されており、各動作には名前が付けられている。以下に4つの大きな分類について説明する。今日のバリの舞踊芸術は宗教的な重要性に応じて、割、ブバリ、バリバリアンの3段階に区分される。本校では1980年代初頭に、 バリ舞踊の専門家、イマデバンデムが行った整理に基づいて、各舞踊を、割、割バリバリバリア案に区分してまとめる。また、各舞踊の伴奏には、しばしばガムラニア、ジュゴグが用いられる。サンヒャンドゥダリ割は、寺院で儀式として奉納される、神聖な舞台芸術。ブバリは、寺院で儀式として奉納されるが、人前で鑑賞用に演じられることもある。 レゴンバリバリアンは、娯楽として、人前で鑑賞用に演じられる、舞台芸術。これら3つの様式が2015年に、3ジャンルスオブトラディショナル、ダンスインバリとして、ユネスコの無形文化遺産に登録された。ありがとうございます。